コ戦記。はい、おはようございます。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて、今日は福岡市博多区にございます司月熊店さんにやってまいりました。そして今抽選の方を受けてきたんですけれども、今日は抽選番号こちらになります。42番です。写真台が入る中で何に行こうかかなり悩んでたんですけれども、もう狙いは決めてますので、あとはこの番号で座れるかどうかというところです。それではシーサの街道日記第318話、よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。さあ、やってきました。今日は司月熊店さんです。街道日記博多実践の日。おはようございます。おはようございます。やっぱりお客様散らばりますね。お、ビンゴがすごい綺麗ですね。一列並んで。配置が変わりましたね。配置が変わりましたね。どうしよう。かなりの優柔不断ぶりです。いや、優柔不断ですね。これにします。もう見てもなんていうんですか、見れば見るほど迷ってしまいます。早速打っていきたいと思います。よろしくお願いします。総台数も1000台を超え、数ある機種の中から毎回どのコーナーに朝一進むか悩んでるんですけど、今日は特に悩みましたね。やっぱりもうお店のイメージですね。毎月お邪魔してますけれども、中でも特に元気のいいなと感じてたコーナーの一つ、このスーパービンゴネオです。200ゲーム過ぎましたけども、天空ステージ一度も行きませんね。まだチャンスもまだありません。ただただ消化してる感じです。いかんね、こんな渋かなゲームはね。もうちょっとなんか演出イベントが発生してくれないときついですよ。あ、来た。まあ、ボールボロいありましたからね、高確率に上がったかというところですね。当てたいですね、ここでチャンスゾーンか周期到達か。投資は500枚以内で最初のビンゴチャンス当選となってほしいです。現在400枚使ってます。そして天空ステージ、今日初めての天空ステージになります。ここでロングが欲しいですね。ロング、チャンス到来です。ゲーム数が269ゲーム、ここで最初のビンゴチャンス当選になります。投資がちょうど500枚、7ぞろいからのビンゴチャンスでした。さあ、なんとか500枚以内で最初のビンゴチャンスはつかみました。そして7ぞろいですからね、継続にも期待したいと思います。それではいきます。いきましょう、1回目のビンゴチャンスです。
きなりファーファー言わんかな。33ゲームです。ビンゴズガラドロイからチャンス到来。これ1セット目乗せたいですね。ワンステップ、上乗せはならず。ドキドキゾーンでも返してくれれば上乗せのチャンスとなります。ドキドキゾーンはなしですね。あ、行きましたね。ドキドキゾーン突入です。行きましょう。さあ1セット目、ここで上乗せにつなげられるか。上乗せはならずですね。これでラスト8ゲームとなりますので、次からがカウントダウンセブンです。さあ1セット目継続なるか。1セットか。33ゲーム、獲得枚数は143枚ですね。ドキドキゾーンがあったので1セットの割には取れましたけど、単発はちょっと残念ですね。1セットです。まだ1回目のビンゴチャンスが終わってから47ゲームというところですけども、1セットで終わってますからね、100ゲームも持ち込みでは消化できないぐらいなので、ちょっとこういうチャンスは早めに欲しいんですけどね。チャンスの突入、210ゲームですね。これが2回目のチャンスゾーン突入となります。こういうチャンスをしっかり生かすことができれば、エンディガンそんなに追加投資も大きくならずに済みます。チャンスゾーン2回入ってくれてますからね。さあ来ました、チャンスですよ。ここ頼むぜ。よし、当たった。215ゲームです。追加投資にはなりましたけれども、投資は750枚。2回目のビンゴチャンスに参ります。チャンスに参ります。さあ先ほど1回目の AT は33ゲーム1セット残念でしたからね。最低でもここは単発を回避したいです。さあ1セット目、もう残りは9ゲームと少なくなっております。あ、赤波来ましたね。カウントダウン7に突入です。
セットか続きませんね。獲得枚数は100枚にも届かず、2回目の AT は95枚、ワンセットで終了です。まあ、まだ2回目ですから、初当たりは。正直投資が1000枚行くまでは、数百枚の間はそんなに焦ることはないですし、むしろ、まあ、1000枚までは多少の冒険もいいのかなと思うことが多いです、僕は。ただ1000枚超えるとちょっともう移動考えます。怖いですからね。でもハーデス行っても結局今日はなんかもうケルベロスだけで終わってしまうんじゃないかって、そんな気すらしてます。あー、置き時がある。新設されたオキスロコーナー、超ドキドキモードでも入ればいいですけど、アキライはもうほとんど200ゲームもしくは連チャンの後、どうしましょう。もうちょっと粘ってみましょうか。どこでハマるか分かりませんけど、どこでファーファー言い出すかも分かりませんからね。次の当たりまでは追いましょう。いや、もう納得いくまで打ちましょう。スーパービンゴネオ、いきます。せっかく昨日と一昨日熊本での C タイム2連戦プレミアホット引いたり、超ドキドキモード入ったりで、結構プラスでこの博多実戦迎えたんですけど、2日間で4店舗 C タイム収録で6000枚くらいプラスを出してます。そして博多実戦でその半分を使おうとしてます。半分で止まればいいですけどね。95ゲームです。8回目の AT 当選になります。2900枚になります。投資が8回目、ここまで7回中6回が1セット1回が3セットという中で、このままじゃやめれないとこの辺りまで追いましたけど、行きましょうか。2900枚です、投資は。ということは、あ、終わり。111ゲームです。まあ、今日一番の AT になることは間違いないですね。これが。そっか、今日は多分もう何度当たりを引いても伸ばせない一日なんだと思います。いや、まだ分かりませんね。これが伸びるかもしれません。参った。
さあ結局上乗せにはつなげられず100ゲーム以上消化して1セット目のカウントダウン7となりました。超えれるかタンパスの壁を。8回目も単発で343枚ですね。111ゲームスタート。はい、結局今日はどの A チーム伸ばせませんでした。ファーファー行っても111、 A チーム行けばほとんど単発ということで、投資が2900枚で、もうやめます。ちょっと持ちコインがあるので、持ちコインで何か最後回しておとなしく帰ります。もう台もほとんど空いてないので、最後体ごとハデスを、まあちょっと余りコインがあったのでその分だけですね、回してやめます。はい、今日は318話スーパービンゴネオで撃沈しまして、スロットコーナーもだいぶ盛り上がってきました。空き台も少ない中で、でもなんかこのまま終わるのが嫌だなとやってきました。ガロ、本時期になれ。いや、取り返すためにはパチンコで言うと1万5000発相当必要なんですけど、奇跡的に当たりが引ければ、あ、逆転もあるんじゃないかって聞きました。今はですね、初めて僕この台打ちます。いいですね、結構回ってくれてますね。はい、実戦終了でございます。スーパービンゴネオ、今日は朝から打ちましたけれども、2900枚ですね、総投資が。本当に単発を繰り返して、最後まあなんとかファーファー言わせて3桁いったんですけど、それも111で初当たりは引けてたんですけど、残念な結果でした。まあ、ただその後ですね、ちょっと他の機種にも手を出しまして、結局今日は総投資が3300枚です。交換ゼロということで、マイナス3300枚という結果でした。うーん、博多実戦非常にホールの中盛り上がってていい雰囲気だったんですけど、ちょっと自分は今日は残念な結果で非常に悔しい気持ちです。次は勝って、そしてもうプラスの状態で節目を迎えれるようにしっかりやっていきたいと思います。以上、審査の街道日記第318話でした。